はい、それではですね、2018年、11月の4日の回ですね、SF のドローン雑談、始めてまいりたいと思います。タブタイトルはですね、ミニはということなんですけれども、まあ何のことかっていうのはね、後々お話ししていこうかなというふうには思いますけれども、まあまあ、なんとなく私のチャンネルを見ていただいている方に関してはですね、ミニはって言われると何のことなのかっていうのは大体わかっていただけるかなというふうに思います。あ、サラクルさんこんばんはということで、ありがとうございます。はい。それではね、ちょっと相変わらず、準備がままならない。あ、ケスケケさんこんばんはということでありがとうございます。状態ではございますが、ぼちぼちと始めていこうかなというふうに思います。はい。それではですね、まあ、毎回のことですけれども、今日のメニューですね、言っておきたいと思います。はい。本日の内容なんですけども、まあ、お知らせと、今週のドローンニュースと、How to 雑談エトセというふうになっています。まあ、一応11時をめどにやっていこうと思いますけれども、一応ね、毎回言ってることですけれども、一応ドローン雑談はですね、基本的には、ドローンに関するお話をですね、毎回いろいろとね、お話ししていこうと。で、まあ、できるだけね、ドローンをね、正しく、楽しく使えるようにね、みんなで情報交換しようという場ですので、もしね、何か質問等々あればね、気軽にね、質問していただければなというふうに思いますし、一元さんでも全然 OK でございます。コメントいただければなということに、お願いいたします。あ、ソードさんこんばんは。大阪王将からです。ということで、大阪王将食いたいなぁ。食べたいなぁ。はい。一応ね、気軽に質問していただいて全然 OK なんですけれどもね。まあ、お知らせともつながりますけれども、お知らせの方言っておきましょうか。よいしょ。ドローン雑談の方ではですね、まあ、いろんな質問受け付けております。基本的にはこう、リアルタイムで質問していただいても全然 OK なんですけれども、まあ、なかなかね、チャットではやりにくいっていうのと、まあ、本来は今 YouTube でやってるんですけれども、ちょっと諸事情で今ツイキャスの方に行っております。なので、例えば YouTube の方でしか見ていないという方ですね、例えばこのドローン雑談の方に質問したいという方はですね、このドローン雑談用のフォームを質問フォームを設けておりますので、こちらにね、気軽に質問いただければなというふうに思います。一応ね、質問していただいたものはですね、まあ、ちょこちょこと、回答していこうかなというふうに思っております。はい。ソードさん、仕事帰りに夜間飛行の練習した帰りです。おー、ハードですね。夜間飛行ね、なかなかね、練習する機会ないですし、経験する機会もないのでね、まあ、ちょこちょこやっていくのが必要かなというふうに思います。サラクルさん、今、電車の中からです。先ほど羽田空港に着きました。富山帰りです。そうですね、富山に行かれるって話しておりましたね。またね、ついでなんで、やっとこうかな。もう一個の方です。お知らせの第2個の目なんですけれども、ドローン雑談の方ではですね、今、コラボ動画を、秋のコラボ動画を作成しようと思う中で、皆さんからね、ドローンの動画を募集しております。はい。で、この秋のシーズンに撮った動画であれば、どんなものでも構いません。畑でもいいですし、ビルでもいいですし、海でもいいですし、まあ、人でもいいですし、自分でも OK です。基本的には、法律的に OK なもの、撮影許可が下りているものを撮影していただいて、そのドローンの映像をですね、今出ているフォームですね。このフォームに関してはですね、フォームちょっと貼っとこうかな。ツイキャスの方に貼っておこうかなというふうに思いますけれども、あ、のんびりちやしさんこんばんはということでありがとうございます。あ、コンティニューコインありがとうございます。コラボ動画をね、提出していただいて、みんなで、一本の動画を作成するということをやっております。あ、コンティニューコイン、のんびりちやさん2枚目ありがとうございます。残り3枚で1時間になりますので、もしね、コンティニューコイン余っておられて、無理がなければですね、コンティニューコインいただければ幸いです。あ、サラクールさん、ドローンは飛ばしましたよと。映像はチェックはまだですが、ということでね。
でね、このコラボ動画の方なんですけれども、一応まだしばらくやろうかなというふうに思っております。まあ、秋といえばですね、基本紅葉かなというふうに思いますし、紅葉もこれからというところがありますので、私のところでもね、近くも紅葉もまだこれからという形なので、まだちょっとしばらくね、11月末か中頃ぐらいまでは、しばらく延焼しようかなというふうに思っておりますので、まだまだね、募集しております。一度投稿していただいた方もですね、どん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 何個も投稿していただいて全然 OK でございますので、気軽にね。で、映像の質とか云々に関しては全然撮りません。ドローン撮ったものをみんなでこう投稿して、いろんなね、地域のいろんな映像があると思います。それでね、今年2018年の秋の映像を作ろうということなのでね、少しでもね、こう関わっていただければなというふうに思っておりますので、気軽に、投稿していただければなというふうに思います。サラクールさん、コンティニューコインありがとうございます。ケースケケイさん、ちょっと地震喪失なおということで、ね、ツイッターとかでもメッセージいただきましたけども、どんな映像でもね、気軽にね、いいね、なんでも全然 OK です。気軽に投稿いただければなって。ソルさん、マビック2ズーム買った暁には投稿しますってことなんですけどね全然どんな映像でも、基本的にそのドローンであればね、トイドローンでも全然 OK ですし、マビックでもいいですし、他のメーカーのものでも OK でございます。まあ他のメーカーっていうのをね、こんなところにね、パロットのアナフィーなんかありますけれども、何でもドローンであれば OK です。ロベちゃんさん、こんばんは、ということでありがとうございます。ソトさん、ここ増えてますよって、すいませんねついつい読んじゃう癖があって、ロベちゃんさん、コンティニューコインありがとうございます。いえ、現在のところコンティニューコインが4枚ということで、あと1枚いただければ1時間まで延長可能というふうになっておりますので、できたらね、コンティニューコインいただければなというところでございます。マシミツさん、こんばんは、ということでご参加ありがとうございます。本日もね、続いてコンティニューコインですね、ありがとうございます。本日もね、コンティニュー、ソトさん、コンティニューコイン、ズーム2ズームでーすということでね、はい、ありがとうございます。これで一応ね、1時間まで延長できておりますので、まあ、ゆっくりやっていこうかなというふうに思います。ではね、それではですね、一応お知らせのコーナーがこれで一旦落ち着いたということで、続いて、今週のドローンニュースというところなんですけれども、ささっと行きたいと思います。はい。警察のドローンが空から落ちてくる DJI のファームウェアアップデートを推奨ということで、ちょっとね、気になるニュースが上がっていましたので、ご紹介しておこうかなというふうに思います。日本ではないんですけれども、イギリスの民間航空機 CAA というところがあるんですけれども、その警察やその他、緊急対応総務省の対応で、特定の機種のドローンを運用をやめるように警告した。一部のデバイスで予期される動力喪失により航行中に墜落されているからだということです。この対象機種なんですけど、実はですね、DJI のマトリス200シリーズが対象となっております。で、20機のうち2機が地上に墜落したというトラブルが今現在発生しておりまして、まあ、20機中の2機ということは、まあ、基本的に1割程度、10機あれば1機落ちる、100機あれば10機落ちるという計算になるので、まあ、一般的なものね、販売台数のことを考えるとかなりの割合になっています。で、この機種が特定マトリス200に関して、シリーズに関して、電池寿命がまだ12も残っているにもかかわらず、動力を喪失して、完全喪失して、機体が落ちるというトラブルが発生します。まあ、これね、まあ、過去にもね、DJI ではないですけど、GoPro のカルマなんかも、バッテリーの接続不良に関してあって、墜落するようなトラブルがあったんですけど、それとはまた違うような雰囲気があります。まあ、もともとちょっとね、この内容的に見てると、どうなのかっていうところはあるんですけれども、ちょっとファームウェアのアップデートしないと、ちょっとまずいような雰囲気になっているところです。まあ、特にこのお役所関係ね、ファームウェアのアップデートとかの管理とかっていうのはなかなか、できていない部分があるのかなっていう気がしております。まあ、日本国内では結構それが多いんですけど、まあ、海外でそれが適用されるかちょっとわかんないですけれども、そこら辺がね、ちょっとね、っていうところです。はい。ちょっとコメント読んでいきたいと思います。サラクールさん、ケスケケさん、自分はダメダメクースですが、めげずにコラボ動画提供します。
一個飛ばしますけど、スケスケなサラさんとはレベルが違うぐらいダメダメですって。もう全然ね、全然何でも OK です。投稿していただくのは何でも OK なので、気軽に投稿いただければなと思います。ソウトさん、ファンテムですが、墜落しますからね、ということでね、まあ、経験者は語るというところなんかもしれないですけれども、まあ、ファントムもね、結構その、ソウトさんの場合は、基盤のエラーというか、まあもう根本的な問題かなというところもありますけれども、まあ、ファントムもね、結構、スポーツモードとか、ATTI で、フルスロットルで、ガンガン飛ばしていると、バッテリーのコネクター部分がですね、一部、熱で、溶けてしまって、接触不良とかを起こして、パワーを失って墜落するなんていうことも発生しますのでね。どの機種に関してもこれは言えることかなっていうふうに思いますので、まあコネクター周りもそうですし、バッテリーの管理とか、そういったところね、気をつけないといけないのかなと。DJI といえどもやっぱ空物なので、墜落することを前提にっていうのがやっぱりこれでもまた再人気させられたなと。特にね、今回のこのエンタープライズ向けの機種です。2000というのはね。なのでそのことを考えるとちょっとねっていう気がしております。あ、ソトさんコンティニューコインありがとうございます。はい、続いて次のね話題でございます。はい、はい、これ前もねちょっと取り上げたかなというところなんですけれども、ドローンで携帯通信可能に、災害などで幅広く活用ということで、総務省は携帯電話をの無線設備をドローン小型無人機に搭載して上空で使えるようにする方針だ。現在研究用途など一部で限っているが、幅広く利用できるよう避難者の捜索や産業用の連続伝送などでドローンが活用する機会が広がりそうだということで、まあね、移動基地局として、ドローンをね、使おうということの試みだと思いますね。なのでまあここら辺はねありかなというところですね。はい、ああちょっとね、コメント読んでおこうかな。サラクールさん、ケイスケケイさん、そんなこと言わないですよ。今日は鳥に襲われないようにビクビクして飛んでいました。ちなみにか、ロペちゃんさん、スポーツモード全開だとマビックでもコネクターいうか可能性あるんですかね。ないとはすごく言い切れないです。今のところ僕は聞いたことはマビックではないんですけれども、ファントム4である事象なので、基本的にはね、あり得ると思って、スポーツモードでガンガン、スポーツモードでフルスロットでずっと飛び続けるとか、そういったことの場合なので、連続射飛ばしたりとか、うんぬんした時に、やっぱ、熱が蓄積された時に発生することなので、よくね、コネクター周り見ておくといいかと思います。安易に信じず、そういったところもね、きちんとチェックしておくこと必要かな、というふうに思います。ソトさん、RTK、ファントム4プロ RTK、80万くらいするらしいですね。エンタープライズも高そう、なんですよね。ファントムの RTK、確かにいいんですけど、まあ、TK の値段として80万円が高いか安いかというと、個人的にはね、エンタープライズ向けの RTK としては80万は安いとは思うんですけれども、まあ、値段としては高いですよ、もちろん。エンタープライズ業者向けのものとしてはまあね、という気がしますね。のんびりチラシさん、通信、携帯通信が使えると、電波法上、通常通信から扱いが変わるんですかね、ってこと。一応ね、今回のその、無線基地局、今回のこの、今取り上げている話題っていうのは、無線基地局を積もうということなので、陸上移動局っていう位置づけ、まだ位置づけなんですね。確定したわけではなく、今技術検証とか運動やっている状況の段階なので、まあ、どういうふうに法制改正が行われるか、もしくは解釈の取りようで変わってくるのかちょっとわからないですけれども、まあ、ドローンの上に、こう、まあ、無線、携帯用の電話ですね。電話網のアンテナですね。無線基地局を置いてやろうという感じですね。なので変わる可能性はありますけど、今のところは陸上移動局という位置づけなので、よく災害地とかで、車とかでね、移動基地局作ってると思いますけど、あれと同じ扱いになるのかなという気がしております。サラクールさん、タイトなスケジュールで富山回ったのでちょっとしか飛ばされませんでしたということでね、ちょっとでも全然 OK なのでね、なんかね、あれはねという気がします。ソートさん、ドローン屋に話したらエンタープライズを勧められましたね。
エンタープライズね。今回のね、まあ、後ほど出てきますけど、DJI マビックのエンタープライズに関しては、まあ、ある程度魅力的ではあるんですけどね、値段とちょっと要相談かなっていう部分があるかなというふうに個人的には思っております。のんびりチラシさん、少しでも古い電波法の会社が変わるように期待したいです。そうですね、電波法とか、技的とか、技的はね、全部が全部悪いとか、うんぬんっていうわけではないんですけれども、そういったところっていうのをね、どんどん今回のこのドローンとか、うんぬん、携帯電話もしっかりですけれども、もっともっと変わっていかないといけないかなっていうところは多々あると思います。今回のね、ドローンのに関しても、その申請とかね、うんぬんもね、やっぱトラブルがあって、いろいろ変わってきている今現状ですけれども、この技的とかうんぬんに関しても、やっぱ電波法もね、もっと変わっていってしかりだと思うんですね。使っていく電波っていうのはどんどん変わっていきますし、どんどん増えていくし、その意味合いっていうのも、ウェイトっていうのもね、どんどん変わってくるので、もっともっと変化してしっかりなんだけれども、やはりちょっと日本こういったところね、ごてごてになっているのかなっていう気が個人的にはしております。はい。続いてもう一個。この電波関係なんですけど、丸毛工事研究所福山で、KDDI が 5G ですね、の実践検証でドローンの映像をリアルタイム伝送ということで、4K 映像を 5G 契約でリアルタイム伝送して、半球面スクリーンに投射することでドローンに乗っているかのような体験サービスを一貫向けに公開するが、一足先にその模様が報道者関係向けに公開されたという ネタでございます。まあね、この試みっていうのもすごく面白いですし、なかなかね、いいのかなと。こういう体験っていうのも面白いですし、この 4K の映像をリアルタイムでやるっていうのを、この 5G がですね、実現しているっていうところなんですね。5G 自体がね、個人的には、必要なのかどうかっていうと、この、例えば 4K をリアルタイムでやろうと思うと、こういった技術っていうのは必要なのかなっていうふうに思いますけれども、現状そこまでいるのかって言われると、携帯のね、通信に関してね、そこまでは少し必要ないのかなっていう気もしています。で、5G 自体がね、まだ来年。で、機種自体も、それ、もっとも先。来年、年末、早くても年末でしょうけど、まず行こうとなるかと思いますけれども、まだまだね、これからってところですけれども、こういった実験が行われているのは非常に面白いことなのかなというふうな感じに思っておりました。ね、こういう見せ方もね、この半球スクリーンにね、投射するっていうのもね、なかなかありなのかなというふうに思っております。今のところね、何でしたっけ、パロットの、ディスコですかね。ああいったものを、ディスコを、ちょっと改造して、4G LTE 通信で、制御するっていうことができるものが、できるようになっています。で、送信機も実はそれに対応していて、そうすることでですね、電波の通信に関係なく、バッテリーが持つだけ飛ばせるっていうような、今やっておられる方もちょこちょこおられるのでね、なかなか面白いかなと。いうところでございますね。はい。続いて、このハード関係になってきたので、当然これが出てくるかなというところなんですけれども、DJI のホームページじゃないんですけれども、DJI、セキュリティ強化をした企業向けドローン、Mavic 2エンタープライズを発表ということでございます。この映像ね、写真あるんですけど、これもね、Mavic 2が出るときに、このリーク映像出てたかなというふうに思います。これエンタープライズ何なんだろうなって話だけど、結局これスピーカーだったっていうことなんですけれども、今回ね、 Mavic Pro 2エンタープライズが出ていてて、ちょっとね、いろいろね、こう着目したいところはあるんですけれども、今回脱着可能式な3種類のアクセサリーということで、2400ルーメンのスポットライト、最大3マイル先から視認可能なビーコン、そして、100デシベルのスピーカーということになっています。で、個人的にはね、この3つ搭載されたんですけれども、ビーコンとライトとスピーカーですね。個人的にはもう一声欲しかったかなというのが本音でございます。
で一応カメラの方はあのマビック2ズームのベースになっているんですけれども、あの可能ならね、あのこの頭のところにあの赤外線カメラ、このサイズでいいので赤外線カメラがね、まあジンバルつくかつくないかっていうのはね置いておいて、そこが欲しあのジンバル、うん、赤外線カメラがね1台欲しかったかなっていうところと、あとプラスアルファはあのセキュリティとか云々もあるんだけれども、モードとしてあの ATTI っていうのをね、入れて欲しかったかなというところでございます。この GPS のスタンプとかこういったところ非常にいいんですけれども、やっぱエンタープライズ向けとするんであれば ATTI モードを積むことで、もう一つは赤外線カメラっていうのもつけて欲しかったかなというところがあるなっていうところです。はい、あちょっとコメント読んでいこうと思います。ソートさん、あこれは少し残念だね。ライトをつけられるのは ATTI モードができるとか赤外線カメラつけられるとか使い勝手がいろいろあると思うけど、うん、まさしくね僕もそうかなというふうに思います。あさらあしましまさん、コンティニューコインありがとうございます。サカラスクールさん、ナイトスコープが欲しかったってことですね。まあそこら辺ね赤外線カメラまあほぼほぼ一緒なんですけれども、そうかなというふうに思います。夜間飛行とか夜間のライトを照らしていくっていうんであれば、やっぱノーマルカメラではなくて赤外線ですね、暗視スコープですね、ナイトスコープとかね、そこら辺のところをねつけて欲しかったかなというところです。スピーカーつけるにしろそれにしろ、なんとなくねそういったところがいまいち足りていないかなと。でこの3つのオプションでは正直、あまり魅力に感じないかなというところです。で、エンタープライズの値段、ここで書いてあるんですけれども、一応、22万円、まあ、日本に入ってくるときはもう少しすると思うんですけれども、値段となっている。で、まあ、このアクセサリーについても、ベースで多分ついてきたと思うんですけど、あんまり記憶ないんですけどね。で、内部ストレージがね、マイクロ SD じゃなくて内部ストレージ 24GB がついてるとかね、ここら辺もすごくいいことなのかな。本体的なパッケージというにはいいんですけど、このオプションパーツに関してね、アクセサリーパーツに関しては、もう一声足りなかったかなという気がしております。はい、あ、鳥日和さんこんばんはということで、ありがとう、あ、コンティニューコインありがとうございます。のんびりちゅうさん、航空機からの拡声器のって、県条例で制限があったような扱いが気になりました。あ、確かね、あると思います。害獣駆除の時にスピーカーで大音量を流すっていうものに関して、結構ね、場所によっては制限かかっているところがあって、できない、もしくは、まあ、特別な許可がいるっていうところがあったというお話を聞いたことがあるので、どの県でどうっていうのはね、あんまきちんと覚えていないんですけれども、県条例であるところがあったと思います。なのでこのスピーカーに関しても一概にどこでも使えるかっていうと、まあ、100デシベルのスピーカーなのでどこまで100デシベルがあんまり僕もねピンとこないところがあるんですけれども、まあ引っかかるかなっていうところが気になるところですね。ただこの害獣駆除に関してこの100デシベルスピーカーこのまま使えるっていうのはね、当然そのレスキューとかね相手とコミュニケーション取るためっていうのもね確かにいいと思いますけど、害獣駆除の時にこれ結構使えるのかなって、今まででは結構、なんていうんですかね、何だっけ、専用の機種に、メガホンみたいなのつけて音鳴らしてましたけど、これで済むんであればなかなかありなのかなっていうところかと思いますね。のびりちらしさん、100デシベル降下したぐらい？だと思う、降下したぐらいがちょっと僕も判断つかないところなんですけれども、ちょっと若干デシベルの計算とか忘れちゃったところがあるので、あるんですけど、まあちょっとね、微妙なところかなっていうところでございます。なので、例えば、この22万円に、この3つついてきて、例えばこれがね、40万か50万ぐらいで赤外線がついてきたら、ちょっともしかしたら買ってたかもなーって、買ってたしか、買うためにちょっと努力したかもなーっていう気がしますけど、正直この22万円で、どれかオプションがついてきても、特になーっていう感じがしております。航空機の情報とか、GPS のタイムスタンプとかつくっていうのはね、いいっちゃいいんですけどね。っていうところでございます。まあちょっとエンタープライズの発表として、もともとそのマビックの写真、
送信機が映ってるプレビューがあったりとか、そこそこ期待したんですけれども、少しちょっと、もう一声だったかなっていうのが、ねっていうところです。ソジさん、ATTI モードが使い、できる Mavic 2なら考えたってことですね。うん、そこら辺もね、やっぱあんのかなと思います。もう少し、もう一声、機体のね、パッケージング、この、いろいろこの 24GB が付いてるとか、タイムスタンプとか、内部ストレージとか、セキュリティとかに関しては、まあ非常にいいのかな、というふうに思いますけれども、まあ、このオプションに関してはもう一声。あと ATTI があれば、本当の、エンタープライズ向けとしては、ファントム RTK よりかは魅力だったかなっていう気がします。あ、しましまさん、皆さんこんばんはということで、ご参加ありがとうございます。はい。でね、DJI のこの発表が本当は30日にある予定だったんだけですけども、実はこれもう29日ぐらいにやったかな。前日か前々日ぐらいにすでにオープンになってたんですね。で、実はこの10月30日にもう一個発表がありました。で、DJI というかドローンとは直接関係ないような気がするんですけれども、一応触れておこうかなというふうに思って、触れておこうかと思います。Apple から、新商品が、新商品というか、新商品ではないですね。アップグレードがね、いろいろ出ておりましたので、紹介しておこうかなというふうに思います。今回、Apple の発表で発表されたのは、Mac mini と MacBook Air、そして最後ですね、iPad Pro が出ています。はい。今回のサブタイですね、ミニはということなんですけれども、今回ね、実は、ソトさん、フライトシミュレーションも出ましたね、ってことね。はい、出ましたね。フライトシミュレーターね、ちょっとね、まだ僕試している時間がなくって、試していないんですけれども、またね、試し方とかやり方とか、次回ぐらいにやろうかなというふうに思っておりますので、フライトシミュレーター気になっている方ね、また、見ていただければね、っていうところだと思います。ソトさん、A 社の発表会ね。そうです、ございます。A 社の発表会でございます。ミニがね、残念ながら出なかったんですけれども、iPad Pro と MacBook Air と Mac Mini が出ました。で、Mac Mini に関してはかなり久しぶりのアップデートでございます。で、今まで Mac Mini っていうのは、低価格向けのモデルだったんですけれども、今回からね、今まで Mac mini って10万を切る値段だったんですけれども、今回見ていただくとわかると思うんですけれども、一応ね、最下層モデルが10万切るんですけれども、それでもね、やっぱちょっともう一声足りないかなっていった感じでございます。あ、しましまさん、ソラクールさん、iPad mini じゃなくて残念ってことですね。ソトさん、コイン余ってる方投げてください。お願いします。ことでありがとうございます。しましまさん、一人美容師さん、マーシービーチさん、コンティニューコイン、ありがとうございます。これで一応ね、12個集まっていますので、1時間半ですね、いけると思いますので、多分問題なく最後までいけるかなというふうに思います。コンティニューコインのご協力、ありがとうございます。ソトさん、ありがとうございます。これで延長できますってことで、ありがとうございます。でね、Mac mini が出たんですけれども、残念ながら、最下層モデル一応8万9000円となっていますけれども、それでも少し高いかなという気がしております。はい。どうしてもね、今、昨今ね、この Mac mini 関係ないかなっていう気がしますけども、一応ね、なんとなく考えているのが、今、いろんなドローン買うと、大体というのはね、大概が 4K 映像が撮影することができて、ビットレートも大体60メガビットパーセック以上のものが多くて、4、5分で大体、5分、5ギガ、4ギガ超えてきます。あ、マーシビスさん、もう長いこと Mac Pro 持ちですと。おー、いいっすね。で、どうしてもやっぱ 4K の映像を、編集しようとも言う、なってくると、あ、ソルトさん、Mac mini ユーザーですってことでね、ミニユーザーなんですね。で、どうしてもね、4K 映像をね、編集しようと思うと、まあ、そこそこの性能が必要になってきます。で、その目安となるのが、やっぱね、コア数は最低でもクワッドとか、コア i7 では、3ではちょっと心もたない。で、コア i7。で、メモリに関しても、Mac に、しましまさん、トレーニングしながらのコメントしづらいということで、
トレーニングしながらなんですね。体鍛えとられ素晴らしいと思います。まあまあ、ゆっくりでございますので、全然、5時脱水全然 OK ですので、ゆっくりとコメントしていただければ OK かなと思います。やっぱね、4K 映像編集しようとなってくると、Mac の場合、メモリっていうのが結構ポイントになってくるので、どうしても 16GB ぐらいは最低必要になってきます。8GB とかね、もっと少ない容量でも編集できなくはないんですけれども、やっぱ余裕を持ってしようと思うと、どうしてもこれくらい。そんで、当然内部ストレージが 128GB では心もとないので、512とかにしてしまうともう20万超えちゃうっていうところで、Mac mini も、まあ当然ね、カスタマイズしてるんで一概には言えないんだけれども、まあそこそこ高いお値段になったなというところでございます。で、それと同様に MacBook Air ですね。出先でね、いろいろ映像チェックするのに僕使っている時があったんですけれども、これもね、やっぱ10万切るぐらいのお値段っていうのが魅力だったんですけれども、今回から134,800円。で、上位モデルが156,000円。最大カスタマイズすると、いくらだったかな。こっちはそんなに上がんないのかな。まあ、ストレージがね、1.5TB 積めるので、これもまたあれなんですけど、288,000円ということで、まあ、かなりお高いお値段になっております。まあ、なかなかね。で、今回の MacBook Air が出ることによって、MacBook の位置が微妙になっているっていうのがありますね。なので、どうしても 4K 映像を撮影、編集するってなってくると、MacBook Air では、やっぱ厳しいかなと。たとえ28万積んでも CPU とメモリはねギリギリできるけど CPU がもう少しこれではちょっと心もとないかなと。で、やるならば Mac mini なんだけれども、どうしてもこっちも18万、20万構成ぐらいになってくるかなという感じでございました。で、私もね、一応実は Mac mini はね、裏でバックボーンでね、いろいろシステムを組んで動いておりまして、そろそろ世代的に厳しくなってきているので、買い替えたいなと思ってたんで、ちょうどありがたいなというところでございます。ただ、この新しい Mac mini を買うかっていうと、ちょっと微妙かなっていうふうに思っておりいてて、で、これなら、前世代のモデルの、メーカーが、なんていうんですかね、整備品が出ると思うので、そこら辺狙ってもいいかななんていうふうに思っております。サラクールさん、タイプ C の iPad mini が欲しいです。ごもっともでございます。iMac、オペちゃんさん、iMac の新商品期待したんですけれど、出ませんでした。待ち中です。iMac に関しては、この前 iMac Pro が出たところっていうのもありますし、iMac 確かに、ね、CPU 自体は、あれ、スカイレイクやったっけ？いや、もう一個前かな。に留まっているので、iMac Pro は世代交代してるはずなんですけど、iMac は変わってないのかな？というので、今回もね、アップデートしてもおかしくなかったんですけども、まあ今回は待望のミニのこうアップデートで終わっているかなってところですね。ソートさん、今仕事で映像機器を扱っているので、知らずと 4K に目がいってしまいます。なので、来年以降 4K 環境を整えたいですねってことですね。4K 環境、あ、マシビッツさん、初年の 4K テレビ買いました。液晶ですけど、っていうのね、焦る。ね、マシビッツさんも、ソトさんもそうなんですけど、4K ね、映像ね、撮るのはいいんですけど、なかなか再生する機会を持っていないっていう方も結構いたりするので、なかなかね、微妙ではあるところがあるんですけども、まあ、編集しようと思うと、ここら辺がネックになってくるかなと。でですね。今回のメインであったところなのかなっていうところの iPad なんですけれども、今回からですね、もうすでにサラクールさんがお話しておりますけれども、コネクターの方が、サンダーボルトから、あ、じゃあライトニングから、USB-C へと変化しております。まあこれもね、ある意味時代の流れかなというふうに思っております。まあ USB-C 自体は、ポート自体はね、ライトニング、3とね、まあほぼほぼ見た目は同じなんですけれども、まあまあまあ、USB-C になったんだなというところが、一つはね、まあ、機械的にね、今後汎用性が増えたかなというところで、これはウェルカムかなというところでございます。で、まあ今回11インチと 12.9 インチで、今まで結構丸みのある
筐体だったんですけれども、サイドがね、エッジがこう切られてる状態だったんですけど、今回からまあまだまだね、一応丸みはあるんですけど、それでもね、まだ四角っぽくなって、ベルゼレスに、ベルゼレス、ベルゼレス、ベルゼレスかな、レスになって、でホームボタンが消えたっていう、まあMac の、Apple の中では、A 社の中では、順当進化なのかなっていう気がしております。でね、個人的にね、今回これ注目しているのは、実はこいつありなのかなっていうところがあります。何がありなのかっていうところなんですけれども、飛ばしているときにスマートフォン、確かにスマートフォンの方がいいんですね。いいんですけれども、時々大きい画面が欲しいなっていう時があるんですね。その時にね、これもしかしたら、ありなのかなと。で、例えば、腰を据えて撮影するとき、移動した撮影しなくて、撮影するホームベースがあって、ここで撮、そこでね、一定の期間撮影するときに、例えば、この iPad とかをですね、長めの線で、三脚に立てて置いておいて、サンシェードつけて、見るように置いておくのもね、なかなかありなのかなっていうふうに思って、これもしかして、ちょっと買ってみてもいいかなっていう雰囲気になっております。ソトさん、マシビさんですが、ブラビアの有機 EL 買いましょうってことですね。ソトさん、M 社のサーフィスなんかと、っぽくなりましたねってことですね。うん、そうですね。ここら辺、見た目はね、サーフェスに近いかなっていうところがあるかなっていうふうに思います。今回からもほぼ、キーボードとかね、まあ、ほぼ使った方がいい、使うちか、似合う感じになったのかなっていう気がしていてて、まあ、この、なんか、性能もなんか、ノートパソコンに迫るような勢いの性能があるというお話だったので、どっかの記事でちょっと見たんですけどね、MacBook に迫る勢いだっていう話だったので、まあなかなかありなのかな。例えば、この、ちょっとね、お値段がね、かなりするんですけど、1TB とかね、512GB であれば、例えば撮影した時にね、その場で映像を MacBook、iPad Pro に読み込ませて、映像を確認する、簡易編集するとかね、まあ、映像もそうですし、写真とかね、そういったものもここでね、11インチ、12インチで見て、写真の編集をして、Adobe さんからね、いろいろ出てますので、そういったもので編集して、SNS に上げたりとか、まあ、ある程度編集したものをクライアントに渡すとか、その場のリアルタイムの編集とかには、この MacBook、iPad Pro っていうのはね、なかなか大きさと、サイズ感っていうのも、その、性能的にもありなのかな。まあ、当然これね、今回ね、お値段ね、かなりしますので、お買い得とは正直言えないんですけれども、例えば12インチの 1TB、セルラーモデルになってくると20万超えするので、まあ、ちょっとね、気軽には買えないものですけれども、もう、まあまあ、持ち出し用の大きめの DJI Go モニターで考えると、なかなかありなのかなというふうに個人的には、思っております。なので、一応ね、ちょっとサイズ的にはですね、この、11インチを、ソトさん、その値段ならドローンが買えますね。もうそうなんですよ。20万いってしまったら、もう、パッドで20万いったらもう、たまりませんよって話で、ね、っていうとこなんですけど、まあ、ちょっとね、そこら辺は考えるとして、実はですね、今、映像をちょっと戻しておこうかな。よいしょ。今はね、こうやって iPad Air 2使っています。GS Pro を入れて、とか DJI Go 4を入れたりして、使っているんですけれども、もうほぼほぼ、ドローン用端末です。に使ってるんですけれども、まあ、こいつをね、実はこいつが先月ですね、機体の、この本体の、分割っていうんですかね、それが終わったんで、新しい iPad ですね、iPad 第6世代かな。に変えようかなと思ってたんですね。で、そこでちょうどね、今回 iPad Pro が新しいの出たので、どうしようかなと今悩んでいる最中です。で、購入するとしたらですね、一応この11インチの方を狙っています。
こっちであればですね、今のこいつの iPad Air の分割の値段がなくなるんですけど、それと同じぐらいの値段で、容量的には 256GB か、あ、ちょっと 64GB か、何 GB になるかちょっとわかんないですけど、買えるんじゃないかなというふうに思っていてて、今若干格差をしております。オンタイムで開封動画とか、言うたらあれですね、発売と同時に開封っていうのはないと思いますけれども、もしかしたらしばらくした後に、iPad Pro に関しては、開封動画とか、使用感とか、GS Pro とか DJI GO 4を入れた、なんていうんですかね、動作の感覚的なものを、お見せするかもしれないです。はい。ソトさん、セルラーモデルです。格安 SIM で運用する方法もありますね。そうなんですね。で、いわばですね、もうこいつ、今、このね、こいつ、今、セルラー、au で購入したんですけれども、au のやつを、これを、まあ、機種変更して、こいつは格安 SIM を入れて使うっていうのもありかなというふうに思っています。今 iPhone がですね、そんな状態なので、こいつも、サブの方にしてやろうかなっていうふうに思っています。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、またね、しばらくしたら、今月中にはね、答え出してやろうかなっていうふうに思っていますので、またね、そこら辺も楽しみにしていただければなと。11インチの DJI GO 4っていうのもね、なかなか映像として面白いかなっていうふうに思っております。はい、ソトさん、バーシビスさん、ソトさん、今の有機 EL は白色 OLED、で液晶の寿命半分なのに値段が高くて割高感が強い感じに液晶にしました。次の買い替えはマイクロ LED テレビかな、欲しいですということですね。はい、そうですね、マーシビスさんおっしゃる通り、まだまだ有機 EL はまだまだ進化中ですね、進化しますね、そうですね、有機 EL に関してはまだこれから、テレビに関してはまだもう少し先なのかなっていう感じが、普及するにはまだ技術的にも映像的にももう少し先なのかなっていう気が個人的にもしております。はい、というところで、今日の、雑談と言いますか、雑多なところ行きたいかなというふうに思っております。はい。その前にですね、実はですね、今日、ドローン雑談の方の今日ですね、先ほど見せた、ここですね、質問コーナーにね、質問いただいたんですけど、ちょっとね、僕、今日、ちょっと所要で、一日中ほぼ出てたので、内容を確認して調べるまでいけなかったので、今日いただいた、質問に関しては、来週取り上げる予定をしていますので、ちょっと今日、いただいた方、大変申し訳ないんですけれども、来週になります。はい。はい、How to というところなんですけれども、今日はですね、アップデート情報というところをね、ちょっとお知らせしておこうかなというふうに思います。もうすでにご存知の方もおられるかもしれませんけれども、まあね、一応振り返りっていうのも含めて、聞いていただければなというところでございます。はい、DJI GO 4がですね、実は次の、バージョンアップに向けて、DJI からお話が来ております。バージョン 4.3.4 以降、下記の OS バージョンは未対応となりますということで、 iOS 9と Android 4.4 に関しては、バージョン 4.3.4 から DJI GO 4が使えなくなりますよという風になっています。まあ、使えないというよりかはインストールしてもバグって動かない可能性がありますよっていう感じであります。なので、次の DJI GO 4バージョン 4.3.4 からは iOS 10またはAndroid 5.0 以降のみという風になっております。つまりですね、バージョン iOS の4 9と Android 4.4 に関してはサポートが DJI GO 4終了しましたということが終了しますという今お話がDJI から出ていましたので、皆さんにお知らせしておこうかなという風に思って取り上げております。ね、
まあね、なんていうんですかね、まあ、逆に言うとね、今までね、この iOS 9とか 4.4 よくね、サポートしていたかなという気がしております。DJI Go 4 自体がね、結構アプリの肥大化ですね、どんどん大きくなっているっていうところがあったりとか、まあ、機能もね、多機能化しているところがあるので、まあ、そろそろね、古いバージョンの OS を切っていかないといけないっていうのがね、まあ、これは当然なのかなっていうところでかなというふうに思います。で、まあ、最近のね、機種を買えばね、この iOS 10とか、Android 5.0 以降っていうのはね、基本的にはね、クリアできるかなっていうふうには思うんですけれども、もしね、Android 4.4 のバージョン、以下バージョンですね、iOS 9使っておられる方いたらですね、ちょっとね、特にですね、Android この iOS 9と Android 4.4 で、系で、DJI の Mavic 2なんかを使っておられる方には要注意かなというところでございます。多分ね、今後ね、このアップデート 4.3.4 に関しては、多分この Mavic 2の機能が結構更新されると思うので、他の Mavic Pro とか Mavic Air とか Spark に関しては、そんなにね、大きな機能がバージョンアップしないと思うので、まあ、影響度合いとしては、まあ、少ないかもしれませんけど、Mavic 2に関しては、この Android OS 4.4 と iOS 9使っている方は要注意かなといったところでございます。ちなみになんですけれども、もし、この iOS 9、Android 4.4 を使っている方、どうしたらいいのかってとこなんですけれども、iOS 9の方、もちろん iOS 10にアップデートするのがいいのかなと。iPhone 5S か 6S ぐらいまでであれば、iOS 10ですね、に対応しているはずなので、それぐらいの機種であればね、アップデートするしかないかなというところかなというふうに思います。で、アップデートできない場合なんですけれども、今の 4.3.3 以降は、アップデートを実施しないっていうのが条件になってきます。で、当然先ほど言いましたけど、4.3.3 のままの場合、Mavic 2の新しい機能ですね。実は Mavic 2はですね、まだまだね、実装されていない機能があるので、そこら辺がね、使えない可能性があるよっていうところがね、要注意かなっていうふうに思います。ソトさん、iPhone の、SE、iOS 10で、まあ、ビッグエアと P4P を操作しようとしたら動きすらしませんが、そういうことか、ということで。ね、やっぱバージョン古くなってくると、当然ね、アプリケーションを動かすのに SE 自体がそろそろ役不足になっているっていうのもあるの、役不足とか、スペック不足になっているのかな、あるのかなっていうふうな気がしております。なかなかね、厳しいところではございますけれども、やっぱ iOS 10以降にしないとなかなか難しいかなというところですね。ちなみに Android 4.4 の対象方法としては、多分ね、4.4 の今機種っていうのはほとんどアップデートで 5.0 以降になるっていうことが、まあ、ほぼほぼないので、もう買い替えるしかないのかなと。で、昨今の機種であれば基本的に 6.0 とか、まあ、5.0 の機種ももうほぼほぼ少ないので、6.0 とか7とか、まあいいのであれば8とかっていうのがほとんどなので、まあ大丈夫かなと。で、アップデートできない場合は 4.3.3 を個別にダウンロードアップデートしないというふうになっています。ちなみに Android の場合はね、結構このアプリのバージョンがですね、自由に入れられるので、まあ結構ね、なんていうんですかね、自分のパソコンに 4.3.3 の APK ですね、アプリファイルをですね、置いておくだけでもね、古い機種で動かせるっていうのがあるんでね、まあ、対応はしやすいけれども、ただ 4.4 の機種っていうのはそこそこね、スペック的にもそろそろ限界が来ていると思うので、まあ、そろそろやっぱり買い替えなのかなっていうふうな気がします。しましまさん、Mavic 2に実装されていない機能はどんな機能があるんですかねってとこなんですけども、実はですね、Waypoint 2.0 だったかなっていうのがね、まだ実装されていない大きなメイン機能というかね、一つです。で、っていうのもですね、多分ね、これはね、なんちゅうの、希望的な観測というか、勝手な予想なんですけれども、Waypoint 2.0 は、
GS プロに匹敵するぐらいの性能になるのかなというふうに個人的には睨んでいます。言うたら地図情報をもとに飛んでこい、今までみたいにウェイポイント行って記録する、ちょっとね、画面戻しますけれども、今までは、ドローンがあった場合ウェイポイントっていうのは基本的にドローンが行ってここの GPS 情報を覚えさせてで、とあるスタート地点に戻ってそのウェイポイント記録したとこ行ってこいっていうパターンだったんですけれども、多分 2.0 からは地図情報を元にこことここに行ってこいっていう風にしたら行ってくるというパターンのことができるようになるのではないのかなという風に睨んでおります。でもそれっていうのは基本的には GS プロとほぼ近いような機能なのかなというふうに思っています。なのでGS プロ自体が結構そのアプリ一個になるぐらいの機能なので、今回それを例えば今までの機種を対応し 4.4 とか iOS 9の機種ですね、に対応した形でそういった機能を盛り込むと結構アプリが今でも大きい状態なので、かなりねいろいろ手を入れないといけないところがあるので、やっぱある程度古いバージョンの機種っていうのは切っていかないと、そういった新しい機能っていうのはやっぱうまく使えない部分があって、いらんバグをね含んじゃうところがあるのかなっていうふうに思います。なのでね、当然 4.3.4 でね、ウェイポイント 2.0 が出るとは思わないというか、なかなかないかもしれないですけれども、ただ、4.3.4 に関しては、こういった部分の対応がなくなるので、アプリとしては若干軽くなるんじゃないのかな、っていうふうには、なんとなく思ってたりします。ソトさん、iPad mini 4で、そろそろ限界を感じますね。うん。なのでね、やっぱりこの iPad mini 5ですね、今回の Apple の発表ですごく期待していたんですけど、残念ながら出なかったというところで、ちょっとね、悲しいところではありますけれども、そこら辺はね、ある程度致し方ない部分なのかなというふうに思っております。で、知り合いの方もね、こう iPad mini 4ですね、使っておられるんですけど、やっぱね、遅延というよりかは、そのカクつきとかアプリが落ちるとか、熱暴走とか、やっぱ、iPad mini 自体のスペックの限界まで使うので、どうしてもね、熱暴走しやすかったり、アプリが落ちやすかったりすることがね、結構多いので、今回の iPad Pro、このバイオニック、A12 か、のね、スペックがあればね、そこそこ軽く動くはずなので、そこら辺も期待しております。なので、そこら辺も含めてね、今回その iPad Pro の11インチ、一回試してみてもいいのかなというふうには思っております。ソトさん、高性能の iPad が出てほしい。個人的にはね、ごもっともなご意見というか、僕もそう思います。明るいね、クリスタルスカイですね。クリスタルスカイもね、実は、高照度の、超高照度の方ですね。裏の L の明るさ、投射する LED ですね。が結構壊れるっていうバグがあったり、結構不良が多くて、実は、クリスタルスカイも、リニューアルするんじゃないかっていうお話が出ています。のでね、iPad のね、高照度版が出るかっていうとなかなか、用途的に難しいのかなという気がしますけれども、出てくれたらありがたいところですね。ついでの話なんですけれども、実は、ファントム4がですね、RTK 以外のモデルに関して、今もほぼほぼ生産が止まっているっていうのと、インスパ1がついに、ほぼほぼ終了と。一応メーカーでも販売していたけども生産終了というふうになっています。で、なのでね、もともとね、最近ちょろちょろ聞いてたのが、インスパ3の話も今ありますし、そこら辺もね、どうなるかわかんないしね。
あ、ソトさん、それもう特にしてましたってことでね。まあね、ソトさん特にこの流通関係に関してはかなり詳しい方だ。なので、まあね、僕らに来る前にはかなり早い段階で知っておられるかなってとこなんですけれども、まあね、このファントム4がね、生産終わったということで、まあ多分ね、ここにいられる方はそこそこ知っておられるかな。あ、今日取り上げるの忘れた。ファントム5の、リーク情報がね、やはり、レンズ交換式のリーク情報がやはり本当にそうなんじゃないかっていう話があって、やっぱりあれ出るんじゃないかなっていうふうになってきます。で、多分一部の方は年内もあるんかなっていう話があるんですけど、多分年明け一発目の1月かなの DJ の発表会で出るんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、ちょっとどうなるかはまだわかんないですけどね。で、今んとこね、話がチラチラ聞こえてきてるのが、そのファントム5ですね。で、少し前から言われているオズモの新しいバージョン。で、インスパイア3ですね。実は2もね、結構バグが多くて、いろいろね、不具合が多いという方もおられますので、で、おっと、ソトさん、マビック2さんと RK 線生産らしく、12月に再開のようですよって。あ、ファントム4が、再開されるんであればね、また話が変わってくるんですけど、まあね、どうなるかちょっとわかんないですけども、そこら辺の話があったりとか、っていうところがあるので、ちょっとね、これから、DJI に関して、年始までに、ちょこちょこ、なんか出るかなっていう気がしています。で、特に僕、個人的には待ち望んでいるのはオズモなんですね。オズモさんができれば、この年内に出てくれたら嬉しいなというところで、今、思っております。あ、サルクルさん、今日、いざアナフィ飛ばそうと思ったら、コントローラーと本体のファームウェアのアップデートが来て慌てて入れましたってことですね。あ、大丈夫か。僕もね、この前、アップデートしました。あ、ちなみに、アナフィーのお話なんですけれども、あ、これも取り上げるの忘れた。アナフィーが、どうやらですね、DJI の、カメラ機能と同じように、360度の写真、スフィアですね、全天写真を撮れる機能を追加するようです。正式な、アナウンスは、まだ完璧には出てない状態ですけれども、いずれのファームウェアのアップデートで、入るようです。で、今回ね、そのファームウェアのうん、次回かな以降になるかと思うんですけども、で、注目してほしいところっていうのが、DJI と大きく違うのは、カメラが上の90度まで上がるっていうところなんですね。なので、DJI の全天写真、360度の写真、実は真上に関しては、撮影できていなくて、真上の映像をぼやかしたようなので塗りつぶしています。なので、低空で山が切れるような形で撮影すると山が半分切れて映っちゃうんですけども、このアナフィーに関しては上90度まで上がるので、完全な360度の写真が撮影できるということになるので、今回、いつのアップデートになるかわかんないですけど、ここの情報はね、すごくいいのかなと。またね、この一つアナフィーの、このアップ、上90のね、長所が生きるような撮影がね、できるのかなというふうに思って、個人的には期待しております。またね、日本ではまだ出てないんですけど、アナフィーさん実は、本体と送信機とバッテリーで全部しまえるケース付きのものが、海外の本国の方ではね、販売されています。で、お値段もね、実は、今、日本の、多分、どこだっけ？見てみようか。アマゾンさんに見ると、値段戻ってるな。値段戻ってたな。微妙。ちょっと見せちゃいますけど、8万1000なんですけど、実はですね、アナフィン一時ね、7万ぐらい、7万ちょっとで売ってたんですね。で、この、多分パロットが、この、
バッテリー2個付きの送信機と本体がしまえる収納ケース付きで、お値段ちょい上がりぐらいで出てくるような気が出てくる、海外で出てるので、日本にもね、それ来るかもしれないという形です。なのでね、ちょっとね、このアナフィ、このアナフィもね、実はしばらく目が離せないかもしれないというところでございます。はい。ね。アナフィさんですね。しましまさん、個人的にはアナフィもマビック2も 4K60 フレームになってほしいなというところですね。そうですね。特にマビック2プロに関しては 4K60 フレームは対応してほしかったなと、っていう気が個人的にはしております。まあ、60フレームじゃないとダメなのかっていうと、まあ、微妙なところはありますけれども、まあ、今後のファームウェアのアップデートでもしかしたらっていうのはありますけれども、まあ、60フレームね、個人的にはね、対応してほしかったなというところでございます。はい。あ、うまゆとりさん、こんばんは。ということで、ご参加ありがとうございます。今日もですね、かなり多くの方がね、参加していただいてね、非常にありがたいかなというところでございます。総長さん、ゆとりさん、こんばんは、ということでございます。ということでですね、ちょっとね、実は駆け足になったんですけれども、今日のね、お話的にはね、ちょっとこれぐらいなんですね。先ほどちょっとね、お話ししましたけれども、質問の方ですね、挙げていただいた、今日、質問いただいたんですけど、ちょっとね、中身の方全然確認できていなくて、質問だけはですね、受け付けているので、この今日いただいた質問に関しては、来週のライブの方で、回答したいと思いますので、今日、質問いただいた方、大変申し訳ないんですけれども、来週またよろしくお願いいたしますというところでございます。はい。というところですね。今日のハウトゥーとしては以上かなというところでございます。はい。iPad 映したら怒られるかな。はい。で、ちょっとね、今、質問もしあればね、リアルタイムで質問していただければなというところなんですけど、ちょっとね、振り返りやっとこうかなというふうに思います。コラボ動画、提出を今募集しております。今絶賛募集中でございます。マシビさんよろしくお願いいたしますということで、大変申し訳ないですけども来週お願いいたします。総長さん GS プロ最新バージョン出たようですねと。ちょっとね僕そうなんですかね。ちょっと確認してるんですけど GS プロアップデート走ってないと思うんですね。アップデートしてる。GS Pro 2.0 対応。Mavic 2にも対応ですね。すいません。総長さんのお話、で来てたんですけれども、Mavic 2に、GS Pro がね、2.0 になっております。で、2.00 版になってるんですけれども、今回から、ミッションをクラウドに保存してデータをの失うことはなくなるっていうのと、自分でチームを構成してパイロットと機体を管理することができるとか、またね、ウェイポイントを99を廃止。なんで99以上のウェイポイントが可能になった。っていうのと、実行済みのミッションは、事前にコピーが不要になったとか、ミッションの実行は編集画面に入らず直接ミッションリストから飛行できるようになりましたとか、繰り返しになりますけど、Mavic 2のも対象機となっております。ああ、ちょっとね、僕もこれ、ちょっと最近追いかけてなくて、2日前ですね、更新があったのは。なので、GS Pro 2.0 になって、今回から、ウェイポイント99が廃止っていうのと、Mavic 2に対応ですね。ああ、これはいいですね。これは非常にいいですね。いいですね。
あ、GS プロ俺入れてないやん、これ。ダメダメじゃん。あ、うまいぞさん、マビッツ、あ、ソウさん、クラウドに対応したからどうだこうだ見ましたよ、ってことなんですね。先ほど喋ったことですね。ってことと、うまいじとりさんにマビッツ対応ですね。そうですね。うまいじとりさん、高度500メートル修正されたかしら。そこ気になりますね。ちょっとね、今回分かったので、知ったので、ちょっとね、明日、明後日天気悪いんだけどな。ちょっと天気良かったら、確認して、また、ツイッターか、ツイッターではまたコメントあげたいと思いますし、来週の、この、放送の時にはですね、ライブの時には、結果をね、お伝えしようかなというふうに思います。うまいじとりさんがね、言われている高度500メートル問題なんですけども、GS プロを一回、そのマビックプロとかで操作した後、DJI Go 4に戻ると、高度制限が最大500メートルまで上がっているというものになっています。おっあ、そうさん、あらゆる代理店のメールマガジンをチェックしていますってことで、すごいなぁ、そこまで僕もチェックしてないっすわ。もう僕は結構アナログで、こういう情報を知るのはもうアプリの更新をしたりとか、メーカーのホームページ見たりとか、あまりね、メールチェックはしてないところがあって、そんなにね、こういう風な感じでね、時々抜けがあるんですね。なので、ね、そういう情報収容にありがたいです。まだね、皆さんもね、もしね、知ってる情報とかあればね、バン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 言っていただけるとね、ありがたいかなと思います。まあ、すでに出たお話でも全然 OK ですし、何かあればね、気軽にコメントいただけたらという風に思います。あ、結構ね、見た目が変わりましたね。マシビさん、総長さん、さすがですと。総長さん、関田の体験会行きすぎて、業者と間違われてチェックに入れられそう、入れられそうです。結構ね、総長さん、いろんなとこ行って体験しておられるので、すごく、すごいな、というふうに見て思っております。僕もね、近ければね、どんどん行きたいところなんですけど、残念ながらね、滋賀県のかなり北の奥の方に住んでいるので、なかなか出るのが億劫なところがございます。なるほど、なるほど。GS プロに夢中になってますけどね。はい、了解です。ちょっとね、また GS プロに関しては後で僕もチェックしておきます。ありがとうございます。はい、なんやかんやでですね、1時間ちょっと過ぎたところなんですけれども、そうですね、何かありますでしょうか。一応もう一回振り返りでやっておきますけども、コラボ動画募集しております。本当にね、何でもいいのでね、募集応募していただければなというふうなところでございます。今のところですね、募集動画の方はですね、本数的に言うと10本集まっております。本数的には10本、容量的には 32GB ですね、程度集まっておりますので、本当にね、どんな映像でもいいです。地元の映像でもございま、OK ですし、ドローンを手に持って撮影しても OK でございます。ドローンに一応ドローン絡みであれば全然 OK でございますので、気軽にね、撮影していただいたものをですね、ご投稿いただければなというふうに思います。投稿方法としましては、ギガファイル便を使って、送っていただくこととなります。ギガファイル便にですね、ここら辺にね、
ファイルを1個ダウンあのドロップしてもらうと、URL が出てきますので、その URL をこちらのコラボフォームの方にですね、ここの URL ですね、ここに入力していただいて、送っていただくというふうになります。送っていただく際は撮影者の名前と撮影した場所、あと機種ですね、なんかを入れていただけますと、編集する際にありがたいかなというふうな感じでございます。うまいぞりさん、そうぞうさんは業者じゃなかった件ですね。うまいぞりさん、メディア出しってことですね。そうぞうさん、ファントム4プロとマビックエアを持って月末沖縄離婚に行こうと思うんですが、リポバッテリーは手荷物じゃないとダメですよね。多分多分ダメだとは思いますけど、多分ですね、本数とか結構あるので、ね、多分手荷物じゃないとダメだと思いますね。結構ね、インスパとかでも全然アウトな場合があるので、国内線ならいいんかな、どうなんだろう、ちょっといまいち僕も分かってない。あんまね、飛行機利用しないので、ね、そこら辺ちょっと僕も苦手なところではあるんですけれども、ね。一応ね、この、コラボ動画の募集なんですけれども、先ほど言いましたけれども、冒頭で言いましたけれども、紅葉がね、終わるぐらいまで、また、11月いっぱいとか、雪が降るまでとかね、まあ、紅葉といえば、やっぱ、秋といえば紅葉なんでね、紅葉がね、満足に取れたら、それで終わりにしようかなというふうに思っていますので、ぜひともね、気軽にね、撮影して、いただければなというふうなところでございます。ソートさん、100ワット以下は無制限で持ち込めた気がしますが、と思いますけど、ね、いけたような気がしますけれども、どうだったかなというところがね、いまいちね、僕もあんま、分かっていない部分がございまして。しましまさん、ウェルカムトゥ沖縄ということですね。マシビスさん、ソートさん、手荷物が方がいいと思います。危険なので、ね、スーラクールさん、危険物なので手荷物じゃないとダメですということですね。やっぱ手荷物なんですねというところですね。なので、まあちょっとね、手荷物で持っていただいて、バッテリーだけ、バッテリー男になるところなんですけれども、まあ手荷物にして、あ、ソーラさん手荷物にしますということで、ファントムは預けますがということですね。ぜひともね、沖縄でね、撮影していただいたものをね、投稿いただければなというふうに思います。滋賀県の方もね、今現在ね、どんどん紅葉が進んでまして、まもなく、見頃を迎えるかなというところでございます。多分、再来週ぐらいまでかな、ぐらいに、こう、ほぼほぼ見頃を迎えるのかなというふうに思います。なのでね、滋賀県よりか北の方はですね、これからというところではございますけどし、まあ、南の方はね、絶賛紅葉中かなというふうに思います。九州方面ではね、もしかしたらもう紅葉見頃なのかなという気がしますけど、どうなんでしょうね。もしね、紅葉の映像とかあればね、ぜひともね、投稿いただければなというふうに思います。まあ、当然ね、秋ということなので、別に紅葉に、このなんていうんですかね、特化した映像でなくても全然大丈夫です。秋に撮った映像であれば、別にサーフィンしている映像でもいいですし、他の、お城でもいいですし、山でも OK でございます。当然ね、撮影許可等は必要ですけれども、そういったところクリアできるんであれば全然 OK です。一応 4K までの映像で H264、H265、どちらか。例えば360度とか、あと D-Log 撮影とかっていうのはやめてくださいっていうのが一応、であります。はい、ソートさん、しましまさんは沖縄の方なんですねってことですね。確か沖縄の方だったと思います。ソートさん、滋賀県の古都三山のお寺を巡りした思い出があるってことですね。実はですね、ちょうどね、今、出たとこなんですけれども、再来週の時に、来年に向けて、古都三山の、紅葉のイベント向けの、プロモーション映像の素材撮り、なんか条件多すぎるんですね。今年は、あくまで下見ということなんですけど、イベント用の下見を今年やる予定をしています。それにお付き合いする形で、そのイベントの時用に、
紅葉の映像ですね。古東三山の、古東三山ちょっとどこっていうのはまだ決まってないんですけども、まあロケハンしながら、で、許可うんぬんとか、撮影できる場所、できない場所あるので、まだね、こことは決まってないんですけど、一応古東三山を巡るイベントで、撮影をする予定をしておるので、ちょうどね、総長さん言われたのでびっくりでした。はい。紅葉をやるようとします。それがね、来週、再来週かな？もうちょい先かな？ 19、20日ぐらい。今月末ぐらい。の週にやる予定をしています。サラクルーンさん、今回飛行機に乗る前に調べました。あ、そうなんですね。やっぱ富山行かれた時に、っていうことは富山行く時には、マビックエアとアナフィのバッテリーは手荷物で持って行かれたってことなんですかね。下島さん、沖縄は秋の雰囲気ありませんってことですね。まあね、なかなかね、秋っていう雰囲気っていうのは伝わりにくい。土地柄なのかもしれないですけど、全然それは OK でございますのでね、気軽にね、映像を撮っていただいて、本当に秋じゃなくても全然 OK でございます。ただ単に、もう秋のシーズンに撮った映像という括りであれば OK ですので、まあ、なんていうんですかね、日本の秋なので、例えば秋のシーズンの沖縄、全く言ったら映像的には常夏に見えるっていう映像でも僕はいいと思うんですね。あ、日本の秋ってのはこんだけいろんなものがあるんだっていうのがね、この一本の動画で見れれば非常にありがたいかなというふうに思っておりますので、ぜひともですね、まあ沖縄の映像もそうですね、いいですし、例えば北海道ですね、同じ秋でももうすでに雪が降って積もっているっていうのもありだと思いますし、またね、都会の映像でもいいですし、当然夜間とかでもいいですし、まあ、今回ね、マビック2とか持っておられる方はね、ハイパーラプスなんていうのもね、あるので、まあ、ハイパーラプスの映像であったりとか、夜間のね、撮影っていうのも、繰り返しになっちゃいますけど、夜景とかっていうのも、秋なんでね、これからどんどん空気が澄んでいきますので、映像的にはどんどん綺麗に映っていく傾向にある。予定であります。なのでね、そういったところを撮っていただければなというふうに思いますので、まあね、普段の練習している映像でも全然 OK ですので、参加していただければなというふうに思っております。はい、というところでですね、なんやかんやで、1時間20分が経過しようかなというところでございます。質問の方もね、特に追加では上がらなかったので、で、今日はですね、まあ、これぐらいにいいかなというふうに思っております。一応ね、毎週、マーシビスさん5月に米国に行った時、マビックエアのバッテリー手荷物で持って行きました。ってことですね。おー、そうなんですね。やっぱ、まあ、海外は特に、ね、バッテリー関係、そういうふうなのあるかなというふうに思いますのでね。まあ、ね、どうかなというところ思います。はい。一応ね、来週もね、確か大丈夫だかな？うん、大丈夫のはずですね。なので、21時過ぎくらいから、ツイキャス、あ、総長さん質問ありますということですね。質問あるんですね。おー。全然、何でも OK でございます。まだね、あと13分ぐらいはいけると思いますので、13分内で済むお話であれば、全然 OK です。あとね、当然、僕が質問答えられたら最高なんですけどね。はい。まあね、年末年始ですね、今後ね、いろんな新商品が出てくるところなんですけれどもね、まあちょっと、ソドさんが質問が来るまでのお話なんですけれども、iPad Pro か、iPad を、今のとこ買う予定、どちらかを買う予定をしています。Mac mini に関しては、ちょっと今のとこ手が出ないかなーって。ソートさん、編集に入れる音楽はどこから探せばいいですか？いつも音楽を探して困ります。前にやったかもしれないですかってとこなんですけれども、方法としては、いろいろあるんですけれども、一つはですね、YouTube に公開する前提とした時なんですけども、YouTube で、音楽を提供してくれています。あんまり、これ見せていいんだったかな。まあ、いいか。
YouTube にアップしておられる方であればですね、ご存知だとかもしれないですけども、クリエイティブツールの中に、実は音楽の提供がされております。よいしょ。ドン。はい、こういうような形ですね。オーディオライブラリーっていうものがありまして、こちらで、無償で使用することができます。で、特にですね、こちら、貴族関係ですね、が、不要なもの。これに関しては、特に何も明記しなくても使っていいこととなっています。で、YouTube に関しても、これ時々更新がありますので、まあ、ニューで出てるのが最近のものですね。こちら、ダウンロードして使うのもありかなっていうふうに思います。で、もう一個はですね、ちょっと待ってくださいね。どこだったかな。これか。URL 上げとこうと思いますけれども、ちょっと待ってくださいね。あれ ?URL どこへ。おいしょ。よいしょ。はい。今出ているページがこちらですね。こちらも一応フリーで使用することが可能となります。ただし、こちらは、表記する義務があったと思います。なので、使用する場合は、まあ、動画でもいいですし、YouTube のコメント欄でもいいと思うので、そちらの方に表記しておく方がいいかなというふうに思います。で、もう一個ですね。僕はもう一個あって、こっちやったかな。こちらも入れておこうかなというふうに思います。コメント入れておきます。こちらですね。こちらもですね、著作権フリーの音楽があります。いろんなね、トラックとか秒数とかあって、マーチングとかいろいろあります。で、こちらもね、ものによりけりなんですけど、基本的には表記すれば OK という曲のばかりなので、こちらで集めてきて使用することで、僕はカバーしています。だいたいこの3種類ですね。これと、これと、YouTube の方のオーディオライブラリー。この3つの中で、まあ、やっています。で、この、ここですね。ちょっと読み方あれなんですけど、ジャムメムドーツなんですかね。あれなんですけど、こっちはね、結構、歌詞入りの曲があったりするんですね。で、YouTube のオーディオライブラリーは残念ながら歌詞入りの曲っていうのは割と少ない歌ですね。売りの曲が。だから BGM が多いんですけれども、ちなみに効果音もあるので、よかったらね、チョイスしてみるといいかと思います。YouTube はどちらかというと単なる BGM が多いです。で、最後に紹介したこちらも、BGM が多くて、ただこっちはどっちかというと、クリエイターさんが作っているのな、でも、なんかね、ちょっと機械チックというか、なんていうんですかね。あ、フリーやなってわかる音源っていうんですかね。っていうのが多いです。なので、ここら辺をですね、曲調に合わせて、これは歌詞付きの曲が欲しいなっていうところは、ここで。で、いつもの BGM だけでいいんであれば、YouTube で。で、大体、帰属ありかなしか不要を選んで、僕の場合であれば曲の長さ、使いたい曲の長さを選んで、やっております。はい。っていうところかなというふうに思います。はい。ソトさんありがとうございます。ということで、サラコさん、ちょっとどういうふうに、ソトさんいろいろ探してみますってことですね。YouTube、音楽ライブラリーもね、すでにね、いろいろ探しています。あ、一点注意しておきたいところはですね、ここのね、このライブラリーはですね、もし YouTube が、YouTube ですね、YouTube が、なんていうんですかね、収益化している場合、収益化している場合は、音楽の著作権関係で引っかかる時があります。その方がね、登録していると。で、そっち関係に行く場合があるので、ちょっとね、要注意な時があります。
なので YouTube の時はね、本当は YouTube のオーディオライブラリーで探すのが一番ベターです。確実に引っかかりませんし、まあ、特に何か言われることもないので。かなというところでございます。はい。音楽に関してはこんなもんかなというところでございます。はい。ではですね、1時間20分をオーバーしたところでございますので、今日はこの辺で終わろうかなというふうに思います。来週も日曜日の夜21時30分過ぎぐらいから、来週もまたツイキャスでございます。いずれ YouTube には帰っていきますけれども、来週もまたツイキャスでございます。で、明日か明後日、このライブ放送ですね、YouTube の方で、プレミアム公開ですね、プレミアム配信か、公開か。ですね。チャットができるような状態で、みんなでできるように公開しますので、もしね、今日参加して、方で、またね、チャットの方でも参加してみようかなという方いたらですね、月曜か火曜の21時30分から、同じ時間帯で公開する予定をしていますので、そちらの方も参加していただけたらなというふうに思います。はい。それではね、今日も、1時間、30分、お付き合いありがとうございました。また来週お願いします。